はい、どうもいいです。ということで、本日はですね、こちら、ボットっていうね、ストリートブランドの福袋を、こちら開封していこうかなと思います。確か2019年に始まったストリートのブランドで、結構音楽とか映画の背景を感じるアイテムが多くて、まあ、去年で言うと、ラリー・クラークっていうね、あの映画監督の、あの95年に公開されたキッズっていうね、映画があるんですけど、その映画の名シーンを T シャツに落とし込んでね、あの若い子が薬でちょっといっちゃってる感じのデザインだったりとか、あと去年で言うとアンブロのコラボだったりとか、あと一番定番のやつは真ん中にボットのロゴがある T シャツとパーカー。まあ、結構最近人気なストリートブランドの一つです。で、このボットの福袋は値段が3万円しかなくて、中身がだいたい7万円から10万円相当入ってるみたいです。ちなみに今回 L サイズがね、ちょっと購入できなくて、XL サイズ購入しました。まあ、全サイズ1、2分ぐらいで完売しちゃってね、本当にすぐ売り切れたんですけど、YouTube でまだこのボットの福袋って開封してる人ね、一人もいないので、まあ、ちょっと今回ね、どんなものが入ってるのか調査がてら開封していこうかなと思います。はい、そんな感じで早速ね、開封していこうかなと思います。はい、じゃあ早速ね、1点目から紹介したいなと思います。まあ、なるべく T シャツとかロン T から行きたいからね、ちょっと薄いやつ。まず1点目は、こちら！あ、これあれっすね。俺が去年欲しかった、水色のボーダーの多分色違い。はい、ボーダー広げるとね、こんな感じなんですけど、普通のボーダーよりね、なんかちょっと洒落てるんですよね。ボーダーのこの柄が。このボーダー確かね、普通に完売してると思うんですけど、サイズがね、今回 XL と XXL サイズが入ってて、これ XXL サイズなんですよ。だから多分、福袋に入ってたんかな。はい、ちょっとね、簡単に着てみるとこんな感じなんですけど、まあ、俺にはね、この色はちょっと似合わないけど、でも首元のね、リブがちょっと色違ってたりとか、このボーダー自体の柄はね、すごい可愛いし、まあ、デザインとしてはこれ全然外れじゃないかなと思います。まあ、ちょっと俺には似合わないけど、水色だったらまだ着れたかな。で、触った感じ、生地感がね、めっちゃサラッとしてて、すごい着やすい。あとサイズがね、これ 2XL だから、でけえ。もうロングスカート。まあ、でも女の子とかだったら、デニムの中にね、T シャツインして、ちょっとこう、たるませてきたらね、すごい可愛いんじゃないかな。まあ、これ人によってはね、かなり好きなデザインかなと思います。はい。で、こちらの T シャツの値段が、税込みで8800円となります。はい。じゃあ続いて2点目紹介していこうかなと思います。2点目は、こちら。お、スウェットかなこれ。ロン T? どっちだろう。はい。2点目はこちらのロン T がね、入ってたんですけど、これ色がね、めっちゃいい。ライムグリーンみたいな色合いになってて、色はね、すごい可愛いけど、まあデザイン的にはかなりまあ定番。真ん中にボットのロゴが入ってて、後ろにもね、でかいグラフィックのデザインがあって、まあこれもデザイン的には全然悪くはないっすね。まあ商品自体は、まあ、これはなんか余ってそうな気がしますね。なんとなく。ちなみにこれも XXL なんで、まあかなりでかいかな、俺にはサイズ。はい、これもね、ちょっと簡単に着てみると、こんな感じなんですけど、いや、これ普通にいいっすね。ちょっとサイズが 2XL なんで、まあ自分はね、さすがにタックインしないと、着丈長すぎて着れないんですけど、デザインもね、普通に使いやすいし、カラーリングもね、ちょっとこう、ライムグリーンみたいな色味で、色もね、かなり可愛らしいんで、まあちょっと着丈が長いのがあれですけど、まあデザインとしては全然悪くないかな。ちなみに後ろはね、着てみると、こんな感じです。で、このロンティーの定価が、税込みで8800円なんですけど、30% 引きで一応6160円で売られてます。はい、じゃあ続いて3点目になります。3点目は、こちら！これはスウェットパンツですね。はい。はい、こちら3点目に入ってたのが、針金のデザインのスウェットパンツ。これパーカーもね、確か販売があって、もともとはね、セットアップで販売があったと思います。サイズはね、こちらやっと XL サイズ来ました。はい、ということで簡単に履いてみるとこんな感じなんですけど、履いてみるとそんな悪くないですね。最初見たとき、いや、絶対外れやんみたいな、余り物かなって感じはあったけど、意外と履いてみるとそこまで悪くない。サイズも XL サイズなんで、結構自分の好きな、ちょっと太めなサイズ感。
まあ、これを私服で履くのかって言われるとちょっと履かなそうではあるかな。まあ、スウェットパンツだったらやっぱり前の動画で紹介してるロスアパのスウェットパンツの方が、まあ、正直ねこっちの方がやっぱ履くかなと思いますね。うん、俺にこのスウェットパンツが履きこなせるかっていう問題なんですよね。問題は、まあ、履く人によってはね結構可愛いかもしれないですね。うん、はい。で、このスウェットパンツの値段が、税込みで 17,600円で、一応セールで 30% 引きで 12,030 円で売られてます。はい、続いて4点目になります。4点目はちょっとでかいっすね。これ、まあ、パーカーかな。パーカーっすね。はい、4点目はですね、ブラックのパーカーで、デザインがねこんな感じのデザインになってます。デザインをすべてねプリントでできていて、でパーカーの生地感的には思ったより肉厚でしっかりしてますね。でこれもねサイズが 2XL なんで、ちょっと俺にはねこれでかすぎる。はい、ということでこれもね簡単に着てみるとこんな感じなんですけど、やっぱ結構生地がね分厚いから、パーカーのフードはねちゃんとこう立ってくれるんで、生地感的には結構肉厚で悪くないかなと思います。ただサイズがね 2XL でめちゃくちゃでかくて、なんか横にでかい分にはいいんですけど、着丈がねこれかなりでかいからちょっと下で止めて着てます。でこのパーカーの金額が、税込みで 18,1050 円で、これもね 30% 引きのやつで、値段が 12,705 円。はい、続いて5点目になるんですけど、次がねいよいよ最後の商品になります。5点目がこちらの薄いジャケットかな。最後の最後でなんとか XL 来ました。はい、ということで最後5点目に入ってたのが、こんな感じのね薄手のジャケットになります。全体的に見るとこんな感じのデザインです。で後ろはネイビーと水色で、ここチャックついてますね。大きなポケットになってますね。はい、ということで簡単に着てみるとこんな感じです。 XL で結構サイズでかいかなと思ったんですけど、意外とねサイズぴったりで、でジャケット自体は薄いナイロン製なんで、まあ、春先とか秋に着やすいジャケットかなと思います。昔学生の時深夜でファミマでバイトしたことあるんですけど、これがねもろにファミマの制服に似てるっていう。はい、でこちらのジャケットの金額が定価 36,300 円で、こちらも 30% 引きで、25,410 円で売られてます。はい、ということで合計5点 T シャツとロンティーとスウェットパンツ、パーカー、薄手のジャケット5点合計で入ってて、今回セールのやつはセールの金額でまとめたんですけど、5点で合計 65,395 円でした。福袋がね3万円なんで、まあ、セールの金額でもまあ一応2倍近くは、入ってるんですけど、入ってる中身は基本的に売れ残りのセールになってる、ちょっとこう在庫処分感は正直あるかなと思います。ただ今回癖の強い商品がなくて、基本的にはまあ定番的なデザインで、まあ、どれもね使いやすさはあるんで、他の福袋と比べると、まあ、全然良心的な福袋かなとは思います。まあ来年はねちょっともう買わないと思うんですけど、まあボット好きでちょっとボットの福袋興味あった人にはね参考になったんじゃないかなと思います。まあ個人的には福袋に3万円出すよりは、あのボットのボットロゴのパーカーのブラウン買う方が、まああのパーカー一つ買う方がまあいいのかなとは思います。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。よければチャンネル登録と、高評価もよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。